眩しい。はい。ですね、まずね、今日ね、マウントの説明しながらね、マウントの対決をしていきたいなというふうに思って今動画撮ってます。こんな感じでね、今よいしょ、こんな感じ、バシャ、はい、こんな感じで手持ちのマウント、もともとね、ついてくるマウントに、なんていうか三脚ですね、後でこれも画像載せておきますけど、三脚に、手持ちで撮ってます。で、手持ちでね、歩くとどんな感じになるのかっていうのをですね、撮っていきたいと思います。よいしょ。こうやって持って歩くのもどうなのかなっていうふうには思うんですけど、撮ってる限り、まあ満載というかですね、いかにも撮ってますという感じで歩いていますけど、どんな感じですかね、手ぶれの方ですね。はい、これだとね、傾きはね、絶対に目に見えてるんで、傾きっていうのは多分かなり抑えられるんじゃないかなっていうふうに思います。傾いていたというですね、やつは抑えられるんじゃないかなっていうふうに思います。でもやっぱり片手が塞がるっていうデメリットっていうのはどうしてもありますね。はい、逆光も取っておきましょうか。逆光こんな感じになります。はい、まあいろんな向きにね、こうね、こういう風なものをこう撮りたいとかね、こういうのはできるんですけど、まあそういう動きを求めている場合に限るという感じでしょうかね。私はこれで運用するっていうことはないと思いますね。まあ、三脚としてね、置いて使うっていうのもあるかもしれないんですけれども、こうやって使うっていうのはちょっと実用的ではないなっていう風に思ってしまいます。あとだいたいね、バイクの距離ですね、マイク本体と自分の口の距離ですね、はできる限り近めにしてますけれども、あんまり手を伸ばしたりしないように撮影してます。はい、次はですね、こちらも一番最初にね、買った時についてきている、帽子にマウントするためのですね、金具というかですね、パーツを使って撮影しています。普通にまっすぐね、歩いてる感じになります。なんていうか、こうぶれないように歩こうという風な考え方もあんまりしないでですね、つけていることを忘れて普通に歩いています。これつけてる本人はつけてることを忘れるんですけど、見てる人からすると意外と何つけてんだろうっていう風になるところが、まあ、デメリットという風な感じですかね。あとデメリットとしては、こう人の顔って意外とこう動いてるんですよね。だからでも特別早くこう動かしたわけでもないのに、こうなんていうかグイングインという風なね、動きであったりとか、何か見つけた時にやっぱそっち向いちゃうんで、こう向いちゃった時をこうね、グインとこうね動かされると、どうしてもね、まあ、こんな感じですね。なんか寄っちゃう感じになっちゃうなみたいな感じのこともあるので、そういうのがね、やっぱあるとちょっと嫌かなというね、まあデメリットかなというような感じですね。私も今喋ってますけども、あまりこう不自然なくいろんなところを見ちゃってるんですけど、やっぱりね、今逆光で撮ってますけど、どうですかね。はい、ただね、これね、角度をねうまい具合調節できるんで、かなり多段階にね調整できるんで、それはすごくメリットかなというふうに思います。だから何かしらね、手でね、こう何かレビューするときとかね、そういうときだったらこの高さっていうのもありかなと思います。あと若干背が高くなったような気持ちになりますよね。はい、っていうふうな感じになると思います。はい、お次はですね、別のね、YouTuber さんがですね、おすすめしてらっしゃいました、マグネットマウントになりますね。マグネットマウントって言っても、こう帽子にねつける、ゴルフの、ピンなんかをねつけるためのものなんですけれども、それを、写真の通り首につけて歩いています。今回もね、歩き自体はね、それほどね、こう気をつけて歩くっていうことではなくてですね、まあ、ブレだったりとかそういったところも確認してもらえればなというふうに思いますけれども、実際ね、これね、とってもいいです。本当はとってもいいんですけど、私が首元につけると、今見ての通りですね、非常に空が広く映ります。どうしてもね、上向きに映っちゃうんですね。この上向きに映っちゃうっていうことが
これのネックポイントです。なのでご自分でね購入していただいて、もしそんな上向かないからこれでいいやとかね、どちらかといったら外、空の方を撮りたいんだよねとかっていう方がいらっしゃるんだったら、ぜひこれはね手軽でおすすめです。でマウントしてても安心感安定感もあります。まあ確かにねドーンとこう横からの衝撃とかでねポンとぶつかっちゃったりとかしてね落としちゃうとかっていうカメラ落としちゃうってことはあるかもしれませんけども、で今これが逆光の映像になります。はい、でこれが、ネックマウント、あ、これ写真撮ってないな今写真撮っちゃいましょうか。よいしょ、こんな感じです。さっきのマウントよりはクリップのですね、クリップ型になっているもので、クリップ型になっているちょっと後でお見せしたいと思います。100均とかで買えるね、材料でね作ったものなんですけれども、クリップのね角度があることによってですね、少しそれでもさっきのものよりは下を向いているような形になると思いますけれども、まだまだやっぱり空を映してるっていう感覚、全体的に見ると空の方が映ってるっていう感覚の方が強くなるかなというふうに思います。ただちょうどこの本体のカメラ本体の大きさとほとんど一緒だっていうこともあってですね、今逆光を撮ってますけれども、かなりね挟んでいてつけてても安定してます。あとね手作り品なんでですね、手作りでですね、プラスしてですねマグネットの方をですね少し追加しているので、その分ですね非常に、安定感がある感じに撮れてるかと思います。はい、でこれが真打ち登場になります。はい、前からねご説明していてね、非常に多くの方にね再生していただいて非常にありがたいなと思ってはいるんですけれども、まあ、このマグネットがついているですね、携帯用の、なんと言ったらいいんですかね、携帯スタンド、携帯に取り付けて使う携帯スタンドなんですけれども、それを首元につけているというような状況になります。でやはりねいろんな携帯電話に合わせて使えるようにっていうのもあるんでしょうけれども、結構ねその硬さがね、この角度を止める硬さっていうのは結構しっかりしていてですね、まあまさにですねこう先ほどまでの映像から見てもかなりね下を向いているというかですね、空の比率がかなり少なくなってるんじゃないかなと思います。今逆光を撮ってます。これがねこんな感じで逆光でちょっと今逆光映ってるかどうかわからないんですけども、逆光になりすぎていてちょっとあれだなって思った時には少しこう角度をグイッと下げていただく、どうですかね、ちょっと下げすぎましたちょっと傾いてますね。これ傾くっていうことをどうにかしなければいけないっていうデメリットは確かにあるんですけども、ただねよく見ておけばねそれほどね問題はないと思うんですけど、こんな感じですね。こんな感じでじゃあ空全くないように撮りたいとかっていう風な形で撮るっていうことも可能だったりとかするような、角度がね無段階で調整できるっていうところがこれの強みになるかと思います。うん、私はねやっぱりねこれが一番いいんじゃないかなという風に思ってこれを押しておりますけれども、まあ、皆さんねデメリットメリットですね、その辺をご自分でねこう調整していただいたり考えていただいたりしてですね選んでいただけるといいかなと思います。